リンダ・ロンシュタット、It's So Easy お届けしました。さあ、それでは今日は先ほど、冒頭でもお伝えしましたようにね、3月31日土曜日の雨の中行われたね、戸塚のマチコンのね、取材の様子ずっとお届けしています。浜蔵さんまでインタビューをしたところ終わりましてね、次は夢さん、ね、夢、の、店長さん、店長代行さんかな、インタビューしたものをお届けしていきますね。どこでお会いしましたか？酒場で。酒場で。のりちゃんとか。そうだ、その時ご一緒。まあ、別ですけど。まあ、はいはい、じゃあ、ありがとうございます。まあ、声をかけていただきました。どうも、はい、夢の前でです。ありがとうございました。夢のお店の方にちょっとインタビューいいですか？はい、FM 戸塚です。ありがとうございます。はい、今日は何席このトツコンに席を、うちは16席ですね、はい、そして今はどんな状態でしょうか？割と全部埋まるくらいいい感じに回転していると思います、うん、そうですか、はい、でもなんかちょっと不思議な感じがするってさっきおっしゃったのをちょっとそこを説明してください。こういうちょっとイレギュラーな感じのパーティーみたいなのってやっぱやったことがないので、うんうん、こっちも最初どうしようかなとかって思ったんですけど、はい、そうですね、なんか、うん、まあ、やる側も新鮮で面白いかな。なるほど、ありがとうございます。夢の飯島オーナーは今日はもう一つのお店がね、そうですね、来週オープンするスペインバルの方の4月の何日2日です。2日ですか、はい、はい、その準備でこの前お聞かせください。金子です。金子さん、はい、どうも。スペインバルの方を任されているので、うん、本当に、はい、行きますね、はい、お待ちしております。どうも、バスセンターの元バスセンターのすぐ近くですよね。そうですね、はい、はい、どうも今日はありがとう、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今夢から出ましてね、国道1号線を駅の方に向かって歩いています。左手には戸塚消防署が見えます。要所要所にハッピーを着た、ほのぼの昭和会のハッピーを着た、ね、皆さんが、取材者の皆さんがこう立っていてね、あのお店、何人入れますよってこう移動なさる方たちに声をかけています。今日参加なさった方はね、戸塚のほのぼの昭和会、の商店会のあたりのことをね、こういろいろ抜け道まで知れたのではないかなって思っています。では今開屈さんにお邪魔しています。外は雨だけども中はあったかいですね。さあ、はい、さあここは 1,2,3,4,5,6,7,8 人のね皆様がこう一緒に、座ってらっしゃるところで、何軒目ですか？もう移動時間があってでしょうか？はい、今2軒目です、はい、1軒目はどちらでしたか？1軒目はガンダムのあるお店に行きました。エリア、エリア何歩だっけ？16 何歩。今日はどんなお料理を赤井口さんが提供してくださったのか、ちょっとインタビューをしたいと思いますが、お迎えの方よろしいですか？煮物と、はい、サラダとピザと、うん、はい、これなんだ、ハラミ、ハラミ、ハラミ、あ、鳥のハラミ、鳥のハラミ、そうなんです。これちょっとじゃあママにね聞きましょうね。これこのハラミはちょっと違うんですもんね。はい、はい、岩手の地鶏です、はい、1羽から30グラムしか取れないんですね、貴重な幻のお肉なんです。そうですよ、はい、皆様、歯応えがいいですよ ね、マスターの、はい、うん、フル、あ、そう、田舎の、私も岩手ですけどマスターも岩手です。そうなんです、はい、1軒目どちらだったんですか？1軒目は北郎さんです。あ、北郎さん、マグロの釜焼きを食べてきました、うん、あ、そうでしたか。はい、こちらの2軒目です。2軒目、1軒目は、はい、ここ6人全員同じお店です。まあ、バラバラだったんですけど、まあ、みんな同じような感じ。運命ですね。端からどちらからいらっしゃったか教えてください。元町の方から。はい、朝日区です。はい、東京。あ、うん、はい、そしてお願いいたします。小田原です。はい、栄区です。はい、小田原。あ、まあ、戸塚です。あ、そうですね、失礼しました。これ編集しますので、ね、今でもね。で、今日ありがとうございます。
それでは今コバさんにいます、何でしょうね、店内がこうちょっと暗めで落ち着いた感じでね、皆さんこうそうですね、しっとりと話をしていらっしゃる感じですが、店長です。店長、お名前をお願いいたします。小林と申します。はい、それで小林さんなんですか。はい、そうですか。どうも、今日は、今は、どういう息子の状況でしょうか。そうですね、普段の客層にはない若い方がいっぱい見えているので、やっぱりそうですね、私も日本酒をね、メインで置いてるお店なんですけど、やっぱりこういう若い方にも知ってほしいっていうのが一つ。なるほど。うん、今日お酒の提供は、え、一応日本酒もご用意してます。どうですか。はい、まだ1名ですね。あ、そうですか。うん、なるほど。皆さんやっぱり何を飲みの方が多いですか。そう、ほとんどサワーですね。はい、じゃあサワーをさらに、一歩、違う道を開き、日本の美味しさを知ってほしいなという店長の思いもあると。そうですね、まずはこういうお店にね、あの入りやすくなってもらえると。もう本当にそうですね。はい、もうすっかり皆さん何か話し込んでらっしゃって楽しそうなので、インタビューがお邪魔みたいでね、あのちょっとできない雰囲気なんですけどもね。店長ありがとう。いえいえ。何のお料理を提供してくださったんでしょうか。今日は、はい、鶏の手羽と大根の塩煮をメインにですね、はい、まあ、煮物がメインなんですよね。はい、はい、ぜひ日本酒代表者にまた参ります。え、はい、ぜひよろしくお願いします。私にとってもこのような企画で取材ということで、小林さんに初めて足を踏み入れたんですよ。いつも気になりながらそこ通り過ぎてたので。そう、皆さんおっしゃるんですよ。はい、まず入るまでが勇気がいると。でも入ったらね、こんな素敵な雰囲気で、鬼太郎の店長にお話を伺います。店長、トツコンいかがですか。そうですね、思ったより盛り上がってまして、うちのお店では初めてだったんですけども、また機会があったらぜひやっていただいて、はい、なんか戸塚を盛り上げられればいいかなと、はい、思ったよりも若い人が多かったんで、はい、いい出会いの場になれば、活気づいていただければ。本当に楽しそうですよね。そうですね。なんかインタビューするのも申し訳ないぐらいで、そうですお客様にインタビューを今、店長にインタビューしてしまっていますが、はい、ね、いいですね。今日は何のお料理を。今日は、ね、マグロのカマの塩焼きと、その噂がさっき他のお店で出てました。太、はい、郎さんのマグロのカマ美味しかったよ、はい、あとはチャーハンを2種類、まあ、炭水化物も、あとはヘルシーに大根サラダ、それからマグロのお刺身を食べ放題になっております。食べ放題で、はい、そうでしたか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ファームーラン、皆さんですね、はい、あの地図をもらって、はい、なんて読むんですかって質問してる方が多かったです。はい、ちょっと中国語なんで読みづらいかもしれないですね。日本語にあえてすると花木蘭、花木蘭って言われますね。はい、ファームーラン、はい、中国の有名な方の名前なんですけど。そうなんですか。はい、今日はどうですか、トツコン。みんな盛り上がってます ね、 ね、はい、すごいですよ今。楽しそうですね。入るのも控えてしまいましたもの、はい、今満席でおかげさまで。そうですね、はい、じゃあやっぱりこう移動の時には何か一緒にその前のお店でなった方と一緒にこうカップルでいらっしゃるという方が多い。あ、いらっしゃる方もいますけど、はいはい、こっちで待ち合わせてある。あ、はい、待ち合わせ。今日のお料理はどんなものを出していただいてるんですか。今日はバンバンジーとサラダと、はい、うん、あと当店一番人気の黒酢の酢豚ですね。はい、そうですか。そして美味しいって言ってまたね、来てくださる方がそうですね、いれば嬉しいですね。戸塚の街が、それで今本当に雨が上がったのでね。そうですね、ちょっと大変だったけど、はい、この後また盛り上がるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、期待してます、ね、あ、町田と申します。町田さん、はい、ありがとうございました。いえいえ。それではですね、今、ここに朝日町通り商店街っていうんですけども、戸塚はつまり初めてですか。いや、祖父の家が戸塚なんですよ。あ、そうですか。何町。あの名学の方。あ、じゃああれ上倉田。上倉田。なるほど、そうですか。でもここに今商店街を歩きながらですね、次のお店に行く移動している2人にですねお話を伺います。長津田からいらっしゃる。あ、そうです、そうです。僕、横浜です。横浜からいらっしゃったということ で、 今日はどうしてこれを戸塚を知りましたか。戸塚の魅力ってどんなのだろうなって、知れるチャンスかななんて思って知らない店を知れたり、
本当に。じゃそれが一番の理由？そうですね。まあ、戸塚を盛り上げたいななんて僕たちが。そうですね。それ嬉しいですね。まあ、あと祖父がね愛した、うん、戸塚をね知りたいなと思って。いいですね、本当だ。今日まあちょびっとですけど知りましたね。あ、そうですか。でその他にもやっぱり出会いも。のきっかけっていうのはどうですか、うん、いやちょっとそこはまだいまいちですね、うん、これから、うんなんかね、まあそこより僕らやっぱり戸塚を活性化していくっていう部分そうね、戸塚のために生きてるみたいなところありますね、はい、それは嬉しいですね、戸塚を神奈川で知らしめたいっていうね部分ですね、女の子との出会いとかどうでもいいですFM 戸塚最高、いやーありがとうさあそれではこの後もですね戸塚の様子260人参加してね、戸塚が盛り上がりました3月31日の取材の様子お届けしていきます。